192cm のフォワードがサプライズベンチ登録。望月ヘンリー、オーストラリア戦でまさかのフォワードでベンチ入り。望月ヘンリー怪奇選手、初のベンチ入りは謎のフォワード登録。ポポビッチ監督はこの192cmのフォワードは誰だ？とうろたえたかもしれません。デューク選手がいるのでバレるとは思いますが、フォワード望月ヘンリーの存在感半端ないって。パワープレイ要因、望月ヘンリーが100点決めて、デュークが99点決めて、199で日本の勝利が理想かな。望月ヘンリーがフォワード登録と聞いて笑ってる。まあミスなんだろうけど、終盤のパワープレイが必要になったらワンチャンあるかな。望月ヘンリーはフォワードか、高い打点でターゲットマンかな。実際ミスだろうけど出番あるかな。あとは菅原が見たいよ森保さん。日本代表、望月ヘンリーフォワード登録で一気に興味湧いてきたんだけど、望月ヘンリーのフォワード登録ちょっと面白い。ディフェンスフォワード望月ヘンリー。